埼玉県出身22歳の和田すみれです。よろしくお願いします。カメラマンの山ちゃんです。今日はリンゴルフで今やってるトーナメント、はい、リンゴルフフューチャーズトーナメントで優勝した和田すみれ選手に来ていただきました。2年前ぐらいにもね、はい、実は優勝して出ていただいてるんですけど、はい、去年、はい、まあ、なんと2回優勝して、はい、しかも年間でポイントは1位です。だよね、はい、ってことで、まあ、会場は埼玉県の越谷市にあります、はい、P&A ゴルフスタジオ様をお借りしてます、はい、私がサポートしていただいている P&A ゴルフスタジオ様は、月額制の通い放題の、インドアのゴルフスタジオで、入会金都度の座席料駐車場代は全くかかりません。月額料金の割引などもあります。最初試してみたいなという方は50分の施設利用の初回体験無料がありますので、そちらでぜひお願いします。専属プロによるマンツーマンレッスンもあります。私も専属プロの西村さんにコースマネージメントレッスンやアプローチなどのレッスンをしていただいているので、初心者の方も大歓迎ですので、ぜひ皆さん通ってください。まあ、まず1本目はクラブセッティング紹介、はい、で2本目は最近やってるパターの練習方法、はい、3本目は最近教わったアプローチの方法、体験教わったのをそのままみんなに教えるっていう、はい、はい、そうですそうですねって感じで、今日まあ、今回は3本やっていきたいと思います。ってことで、はい、はい、じゃあ2本目はパターの練習方法で、はい、わかりました、はい、どこの施設にもすごいパター練習できる器具っていうかあるので、おそれの紹介も兼ねて。なるほど、はい、どこにあるんですか。もう一打席左のこの空間にあります。あ、なるほどね。こっちのブースは、あ、こっちのブース、さっきと違って、はい、隣にあるわけね、パターの、はい、隣にあります。はい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 、でここがパターブースで、うんうんうん、もう これだね。これです、はい、これね、はい、一応パソコンとついててじゃあやってもらおうかな、はい、何がすごいのかでもなんか距離が出るのはもう察しがつきます、はい、打って、はい、はい、何ヤード？これ3ヤードの10フィートで設定しました、うんうんうん、で数字がこう右にバーって出るんですけど、うん、この2番目上から2番目が、うん、そのインパクトの時の角度が0度っていう感じで、すごいじゃん、うん、すごいですよね、すごいですねたまたまで下が3ヤード飛びました。ぴったりじゃん。はい、ぴったりでした、うん、でその下が私結構癖で、うん、インパクトの後左に引く癖があるんですけど、それが左に 7.2 度いっちゃってるっていう感じで、で一番下が当たってる時の角度がちょっと右に 0.4 度、まあ開いてますよみたいな、まあ、それで調子に合わせてまっすぐ、そうそうですね、打ち方としては、ね、でそういうデータが全部見られるっていう、はい、なるほど感じです。はい、10ヤードやってみて。10ヤード10ヤード10ヤード12ヤード9ヤードで、はい、はい、9ヤードって入らなくないですか。でも入る、入りますか頑張ります。はい、ちょっとだってゼロ度でまっすぐこう行ってくる。大丈夫大丈夫、入りますか。どう、まあ、ちょっと左、でも距離感いいっすね。1メートルオーバーぐらい、すごい。一発目でこの子に合わせてこれるのさすがっすね。ありがとうございます。あ、でもあれじゃないですか、ご自身のこう、はい、ストローク通りの出方って感じですよね。そうですね、イメージは、うん、はい、いいんじゃないですか。おやばっ。
ゼロ度でまっすぐね、はい、あ、本当です。打てました。強く打つとなんか結構ブレそうですけど、でもやっぱさすがっすね、そのイメージっていうか、この数値を見てまっすぐ今日は打ててるのかなとか、インパクトの時に開いてないかなとか確認できるので、うんうんうん、すごいいいかなと思います。あ、じゃあ極端にこの下2つが結構大切っぽい感じがしますよね。そうですね、下2つをちょっと見て、はい、調整してる。はい、そうです。これはすごい面白い。はい、ずっとやってたら1時間とか普通に。パター練習って30分が限界ぐらいじゃないですか。そうですね。やったとしたら、やったとしたら、うん、面白い、面白い。ずっとできる。楽しくて。何がいいって、この9ヤード9ヤード9ヤードのもう一回ちょっと言ってもらっていいですか。強く打てるのがいいですよね。うん、あ、そう、ボールが跳ね返りがないんですよ。この9ヤードも打ってるのにこれだけしか跳ね返ってないから、家でこの弾が強く打てないじゃないですか。ロングパットの練習とかお家じゃできないから、そうそう、これすごいいいですよね。え、これ、まあ、このマットと、はい、これがセンサー。あ、そう、センサーです。で、パソコンにつないでるとかだけです。はい、頑張ります。へー、変えるんだったら家でもやれます、うん、この強く打った時跳ね返ってこないのがいい。うん、いいですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。パターといえば、はい、最近あのインスタのストーリーズかなんかで僕見たんですけど、はい、変ななんか日本刀みたいなの持ってなかったですか。あ、日本刀持ってます。日本刀って。出た出た出た、はい、最近そう購入してされるっていうので、なんかまっすぐなんて言うんだろう、巡回転で回ってればこうみたいな、行かない、まっすぐまっすぐ転がす感じで、転がす練習器具って感じです。全然あれなんだ、本当に平らなんだ。なんかこう、はい、ちっちゃいこう溝があるわけでもなく、はい、平らで、まあ、ここがちょっと外に高台みたいな形になってるんで、なんかちょっとでもずれるとヒュンっていっちゃうって感じです。遠征先のホテルとかでずっとやってて楽しくて、けどお家でやると全然まっすぐいかないです。え、なんかそれやるときにこうポロッと落ちるわけでしょ。はい、落ちます。その遠征先でやるときにルールあるんですか、はい、10回こう通るまでやめないとか。私20回です、毎回。マジですか。え、でも結構超大変じゃん。え、全然行くんですよ。それって何、例えば5回まで行って外したらまたゼロから、はい、あ、全然20回入ります。それ疲れる、試合前とかやったら絶対疲れるんで寝れませんでしたみたいな感じ、はい。これはどこで買ったんですか。あ、普通にゴルフショップで買いました。いくらぐらいですか。あ、でもちょっと高め、6000円ぐらいです、このレールだけ。それすごい、なんかすごいこう集中力、うん、集中力が。なんかまっすぐのラインとかは入りやすいかなと思って。確かに入ったイメージを、もうイメージできて結構強気で打てるかも、うん、それだと、うん、と思って、ラインがもうはっきりこう
太いというか、はい、はい、おかなって思って最近始めたパターが、まあ、いい感じに打ててるんで、まあ、続けようと思ってます。はい、実は僕ね面白いの見つけました。はい、これパターン、これこれとその組み合わせですか。やばいです絶対打てないですいや難しいです。やばい、それは難しいです、難しいです。それはいや、いいよやんなくてできましたあ、そうです、ちょっとコーチ、コーチえ、でもうまい私全然違う。そうだね、結構早かったよね。じゃあそんな感じで最近やってるパターの、最近パターの練習法とパター練習器具でした。うんうん、はい、ね、これはね P&A さんに来てもらえれば使えるし、はい、一般の方でもなんか売ってそうだから、はい、うん、興味がある人は探してみるといいかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。